やっぱりこの時期なんでこう大掃除をやんなきゃいけないなと思って、でもこう何から手つけていいか分かんなくて、で朝9時ぐらい起きて今日は大掃除するぞと思って、でも11時の段階で何をやっていいか分からないと。そしたらかみさんが段ボール箱のいらないやつを潰して束ねてくれって。で結構な量あるこうアマゾンで来た段ボール箱とかさ、あと使うと思ったけど使わなかった段ボール箱とかに、でそれをバラバラにして、で半分に折ったの重ねたりすると結構な量になるじゃん。でその上にこう座って、俺の重さでこう畳んだ上に重ねて座って、俺の重さでぺったんこにしようと思って、で20分ぐらい座って立ったらまだ弾力が結構あるみたいのを、繰り返して戻ってこないようになったのが5時間後だったんだよ。そんな暮れ月曜ジャンクに順位光る深夜のバカ時間。いやまあタレントはね、年末年始関係ないから相当忙しいです。で1月も三が日過ぎたあたりでまあハワイね、でそこでこうものすごいこう働いた、12月の半ばぐらいから働きづくめだった、その、ストレスを発散するなんてこと言いますけど、全く働いてないですから何のストレスもないですよね。ただねその束ねた段ボールを回収しに来るのが明日の朝なんですよ。明日の朝、それでその段ボールの上に座ってたのが昨日なんですけど、今日来るときに、ここに来るときに家出たの8時半ぐらいなんですけど、ふっとこううちの駐車場のとこ見たら段ボールが結構戻ってるんですよ。あんなに頑張ったのに。ってことは俺これ終わったらもう一目散に家に帰ってもう一回乗んなきゃならないんで、かなりスケジュール的には最後に来てハードに、まあ、なってきてるんですけど、まあ、今日なんかね、で暮れで何にもやんないとさ、暮れだとこう若手芸人も遊んでくんないわけですよ。書き入れ時だから、売れてないは売れてないなりに書き入れ時だから、あんま何もやってないから何もこう喋ることがそれほどないねなんていうね、感じ。一番喋りたいことが、あ、段ボールの上に座って5、6時間いたなっていう話だから、ね、これを伸ばすこともできますよ、僕別に。5、6時間段ボールの上にいた話を12時間することもできますけど、実際乗ってた時よりも長い感じですることもできますけど、それほどこう、そんなにこう、皆さんが聞きたいかっていうとそうでもないと思うんですよ。だから、いずれ5時間段ボールに乗った話を12時間したやつを、有料課金で配信するようにします。一般的ではないですから。おちょっと思ったんでね、有料課金に関して変な言い方だけど、やっぱりね、面白いものを有料課金で配信するっていうことは、僕の考えだけですよ。TBS の考えじゃ、僕の考えはちょっとラジオの否定だと思うんです。面白いんだったら普通に放送しろよっていう話じゃないですか。だから有料課金で放送するのは面白くないことだと思うんですよ。面白くないは語弊がありますけれども、要するにもはや一般的な感覚ではちょっと放送できないし、スポンサードしてる企業とかも5時間段ボールの上にいましたっていう話を13時間してるやつに出す金はねえってなっちゃう時に、何人かの人はでもそれどうなるのか聞いてみたいじゃんっていう人がいるんならば、そこに関してやっぱりこうね、スポンサーが全くつかない話ですから、つかないけど聞いてみたいっていう人はいなくはないじゃんみたいなところを有料配信するんなら意味があるんじゃないかと思って、これなんかね、そういう企画で一つあるのがフリートークをするじゃないですか、ね、フリートークをするんですけど、そういう時僕どうかしてますから、何をどうフリートークしたかをそれほど覚えてない、それほど覚えてないで、なんとなくこんな話はしたけど、途中の寄り道なんてのはもうその場で僕なんかどうかしちゃうから覚えてないから、実は番組終わってもう一回聞いたら多分楽しめると思うんです僕。だって次の週にね、例えば代表的なので言うと、なんか多分普通の話してた途中に
妙がおじさんが来たみたいな話を急に始めて、で妙がおじさんに関しても何個か喋ったと思うし、頭の中に、俺の頭の中には妙がおじさんのビジュアルがあるわけ。普通のおじさんなんだけど、あの腰から下がだんだんに紫っていうで物忘れが激しいっていうのがあるんだけど、なんでその話になったか覚えてないし、次の週に来たネタの中に皆さんからいただいたメールの中に妙がおじさんをちょっと広げてくれた話みたいなのがあるわけ。そこに妙がおじさんが来たとさみたいなメールがあるんだけど、本当に申し訳ないことに、何言ってんのお前っていうか妙がおじさんってなんだよみたいな。でだからその俺が有料課金でもし来年からやるとしたら、番組終わってこれで、まあ、番組終わってこう最後さ、その前日戦日大将なんてなって、プップップッポーンってなったあとはしばらくふーふーってなっちゃって、で渦救命が飲んで静かにお腹をポン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 、構成の渡辺くんにゆっくりポン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 みたいなね、ねえ、あの毛穴から毒ウジがみたいな、そういうこう、あの日本古来に伝わるすごいその子守唄みたいなの歌われて、それでその渡辺くんが叩いてるところに今度ディレクターの池田がビックスベポラップをビックスベポラップをね、こうずーっとゆっくりお腹にこう染み込ませてくれて、そうね、昼の11時ぐらいでやっと落ち着いた時にもうあれですよ、中華料理の青龍門の入り口にあるさ、ラオチューの亀ぐらいの大きさのビックスベポラップが3つなくなったぐらいのところで俺が落ち着いたって言うんで、その落ち着いた段階で今日のそのフリートークをもう一回聞いて、俺がどう思ったのかを述べたいわけ。述べた番組っていうのを、まあこの番組を聞いてる既得な方の中の何割かが、俺わかんないよ、その課金制度がどれぐらいのもの、要するにシステム使用料みたいな結構かかるらしいんですよ。あとそのいろんなやつの取り分みたいななんかやつもすごいあるらしいんだよね、ああいうのね。要は携帯電話のそのキャリアみたいなところからダウンロードできる方式になると、その真ん中のところになんかいろんなのあるらしいんですよ。あのヒゲモジア親分みたいな頭蓋骨を割って作った杯で酒を交わしながら、あ俺の前どうなる300円だみたいなやつがいるから、それにいくら払うか知んないけど、そうね、それをその要するに俺の一人反省会の模様を20分ぐらい聞いて、そうね、100円、150円ぐらいで買ってもらえねえかなっていう。でなんかそれで思ったのはね、でいろんなこと思ったのが、2時間のさプログラムを聞いてもらうために配信するでしょ。そうするとさ、聞いてもらいたいよ、せっかく喋ったんだからみんなで、で聞いてもらいたいよ。で今はお金がないけれどもとね、お正月パーカーを着て初詣に行くことにしてますと、全然偶然ですよ、偶然、寒いからパーカーを着て初詣に行くことになりますとね。で戻ってその帰り道に、なんか今年いいことねえかなと思った帰り道に、パーカーのこうフードにタバコの吸い殻を入れられてボーボー燃え出してで、お見舞いに来たおばさんが、そんなもうしばらく動けないだろうからこれね、なんか買いな、おね買いなさいなんつって500円くれたりとかした、500円がお正月に入ったら、まあ聞いてほしいけど、これなんていうのかな、2時間もラジオの本放送以外のものをこう出すと、これってもうラジオのライバルだよね。2時間1日のうちにどっかでその音声を聞いてる時間を作らなきゃならなくなっちゃう。だから俺はなんかその
学校行く電車の中ぐらいのところで聞いて十分みたいな、そういうやつをまあ、来年あたりこう配信できるようなものができたらいいかなと思ったりとか、いろんなこと、俺何の話を最初してたの？最初俺何の話からこれ入ったっけ？多分全然違う話から入ってると思うんだよ、おそらく。ひどい話じゃあもうちょっとその何から入ったかは後で思い出したらその続きを喋るけれども、斉藤恵子から入ったっけ？斉藤恵子からは入ってないよね。でこれでね、今日はそんなに喋ることがない、これ話したの、今日はそんなにその若手も遊んでくれないからそんなに喋ることがないからって話をして、これでその構成の渡辺くんに今日なんかあんまそんなに喋ることがないっていう割には無駄話をもう10分喋ってるんだけど、喋ることないんだけどって言ったら渡辺くんが、構成の渡辺くんが、今年最後の放送だから今年1年のその、トーク内容みたいのを AD の中山くんが結構ちゃんとメモっててくれるんで、それを見ながら振り返るとかもできますよみたいなこと言うわけです。これでもらったメモなんですけど、代表的なところで言うと、先々週のオンエアの俺のトークが芸人リーグの納会がありましたしか書いてないんだけど、俺もっと喋ったよね、もっと喋ったと思うんだけど、あのね、大雑把すぎなんですよ。先々週の、トーク内容は、芸人リーグの納会があったっていうことと、ゲンチャリの免許を書き換えたっていうことの、まあ、2行っていうか、まあ、1行も半分ぐらいしか使ってないやつを2行で終わってますし、先週のトークなんですけど、ウォーリーを見に行ったことだけ書いたんです。もうちょっと僕喋った気がするんですけど、これがあんまり役に今すごい立ってないか、立ってない、もうなんだろうな、あの中山くんが末にディレクターになったら相当大胆な編集をするんだろうなっていう、そういうデータしか残ってないんで、今日はですね、なんでしょう、今年の僕の喋ったことの中で印象に残っている寄り道の方がすごい欲しいです。本堂は書いた、本堂は大体書いてくれてるんですけど、俺ねずっとそうやって今年のトークを思い出してたら、まずさっき言ったその明賀おじさんってどっかで喋ってるはずなんですけど、明賀おじさんはどういう時にどう出てきたか思い出せない。それと鳥小屋俊太郎って言った記憶があるんです。鳥小屋にいるおじさんで、鳥小屋俊太郎っておじさんが鳥小屋から俺を見てるっていう言葉をどっかで発してるはずだ。それは何かわかんないんですけど、夢に何度も鳥小屋に閉じ込められた鳥小屋俊太郎が 俺に対して何かを言いたげにしてるけど、俺はあの聞く耳を持たない夢を見ますので、あとこれも何で出てきたかわかんないんですけど、イタチの着ぐるみを着てわーいっていう遊ぶイタチごっこっていう、お前前座ってて一切今までのワードに覚えない、俺この3つは絶対言ってると思うんだけど、お前何聞き流してんの、お前そこに座ってて何しに来てんの、ここに何、漫画喫茶がいっぱいだからここで休みに来てんの、お前俺この3つ言ってるよね、どっかで俺なんかでも本当にでもこれを何で言ってるかが全然思い出せないんですよ。だから今年1年の番組の中での皆さんの印象に残っている、必要のない話、必要がないけど伊集院さんが一生懸命話してた話を、まあ、キャラクターの時もあるでしょうし、歌の時もあると思うんですよね。それとあとなんか子供の頃の思い出、俺ね、あの台所の野菜貯蔵庫みたいな床についてる、あの中に閉じ込められてお母さんに虐待を受けたみたいなストーリーの話もしてる。それも覚えない、俺絶対なんかで言ってた。俺ね、そこね、ちょっと難しい話なんだけど、喋ってた時にどういう風に喋ってるかっていうと、突然頭の中に湧いた絵みたいなものを、まあそんな簡単なことじゃないんで、単純なことじゃないんだけど、伊集院さんの脳みそどういう風になってた、ああいう急にわけのわかんないことを喋るんですかっていうことで言うと、突然頭の中にそのふわって湧いた絵を捕まえて、それを見て話してる、見て話してるから、なんでそこに行ったか覚えてないけど、そこに浮かんでた絵だけはちょっとくっきり残ってたりとかする時があるんです。だから鳥小屋俊太郎の絵も残ってるし、
明賀おじさんの絵も残ってるし、それとその小さい時の俺が、これあの実景じゃないんだよ、実景じゃないんだよ、小さい時の俺が野菜貯蔵庫に閉じ込められてお母さんに虐待を受けているっていう絵も残ってるんです、頭の中に残ってるけど、ただそれが何のきっかけで湧いたかも、何のきっかけで去ってったかも、もっとなぜそんなことを言わなきゃならないのかもわからないので、なんだろう、いつ言ったかも覚えてないし、内容も覚えてないんですよ、だから東京レイさん5562954で、東京レイさん5562954まで、伊集院さんの脱線のね、またさ、脱線とかじゃないよね、電車の脱線事故で言ったら、脱線でガタンって脱線して倒れたりとかしても、線路のそばに電車あるじゃん、多分脱線じゃないんだよね、トンネル通ってたらそのトンネルが違う空間につながっちゃってたみたいな感じなんですけど、覚えてるやつを書いて送ってください。でただ一つだけ申し上げておきますけど、聞いてる側が伊集院さんあれ面白かったっすよって言ってくれるってことは相当なものですよ、まあ言ってくれるかどうか分かりませんけど、言ってくれるってのはすごいことで、伊集院さんあの話覚えてるんでもう一回してくださいよっていうぐらい、このインステのフリートークを覚えておいてくれたらそれはすごいことですよ、この年末に。だけど俺が覚えてないケースは相当あるし、あのね、昔の物忘れと全然レベルがもう違うんです。昔の物忘れはあそうってなる、今の物忘れはキョトーンっていうキョトーンっていう感じになっちゃいますから、あのそれに関しては先に詫びときますけど、東京0355629540まで、今年最後の伊集院光深夜のバカ力ということで、年間のですね、ベストタワゴとですね、ベスト余計なことをですね、決めていきたいと思うんで送ってください、お待ちしておりやす。トーク内容は記憶に全然ないんだけど、その時頭に浮かんだ映像を覚えてるから、昨日かな今日かな一昨日かな、なんか深海魚を釣り上げるみたいな番組テレビでやってて、昨日かな、深海魚がこう上がってきたら、口からすごいその浮き袋がすごい出てる絵があって、うわ気持ち悪いって思ったんだけど、あれ俺この絵最近見たぞと思ったの。でそれを辿ってったら、俺先週そんな話をしてるよね、先週。しかもこれはどうつながってんのか全然思い出せないんだけど、M1 グランプリの話をしてる時に、いや M1 グランプリの話じゃない、だって俺の絵は、俺の頭に残ってる絵っていうのは、深海魚が口からその、浮き袋がすごく出ちゃってるやつのすぐ横に俺がいるか、俺がいて俺も口から浮き袋が出ちゃってて、ちょっと待って絵で辿ると、その隣に矢口真理がそれを指さしてすごい笑う、矢口真理、不意にテレビに絵を抜かれる時があるみたいな話から不意にテレビに絵を抜かれる時があってみたいな話から、俺が深海から引き上げられた深海魚みたいな顔してるとこが不意に映ったりとか、珍しくつながった、そんな話したよね、したそういう覚え方だから、テレビで見てあれって思ったりするわけ、なんかテレビで見て、なんかこの俺の今言いたい不思議な感じってわかります、だってさ別に深海魚が上がってくるところなんて何だ関連のトークもしてないし、その風景をどこでも見てないわけだから、その風景は俺の頭の中にしかないわけだから、テレビで実際その画像を見て、あこれついこの間見たって思うのも変なんだよ、だって見てないんだからね、頭の中によぎったやつでみたいなことなんですけど、そういう感じで僕はわけのわかんないところに行ってるんで、うわ今は奇跡的に繋がりましたけど大抵繋がんないですね。だって今曲の間にもディレクターの池田が妖怪味噌ふぐりって言ってましたよねって言われて、で俺味噌ふぐりって全然覚えないから、それどんな妖怪だよって聞き返したのね。そしたら、まあ、プロデューサーの池田、プロデューサーディレクターの池田が知りませんよって、そうだよな、そうなんだよ、そうなんだよ、だから俺は頭の中にいるよ、俺の頭の中にはいた時があるんだよね、いた時はあるけど、だからこれも無責任な話でさ、頭に妖怪味噌ふぐりがなんかで浮かんだんでしょうな、浮かんでそれ喋って、で僕はこの俺の頭の中にあるよくわからないやつを
今ラジオ聞いてるあなたの脳の中に送り込みたいと思ってますからでね、昔は送り込んでずっと共有してたんですけど、今送りっぱになってて味噌ふぐりをあんたの中にいるやつは俺が放ったのに俺はもう思い出せないんで、それすごい悪いなと思うんですけど、早速今ファクスいただいたんですけど、ペンネームペラーリさん、鳥越俊太郎はなんとなくすごいなと思った。鳥越俊太郎はアカデミックパックを買うために学校に入りたいっていう話をした時の、学校ってこんな感じだよねって話をした時に、学校にはこういうのがいるよねっていうので、なんかちょっとその俺の頭の中にこう学校 の風景が浮かんで、鳥小屋が浮かんで、そこのダジャレで鳥越俊太郎とかけた鳥小屋俊太郎が生まれたんだけど、その鳥小屋俊太郎はかなり白髪混じりのおっさんが鳥小屋に閉じ込められてる感じのビジュアルにそこで昇華され、で、あとはポッカーンっていう言うだけ言ってポッカーンだわ、つながりポッカーンだわ。うわー、なんか思うけどさ、こういうやつら会話で俺の頭の中で勝手に生み出された妖怪みたいなもんでしょ。もうこの鳥小屋俊太郎と書いた鳥小屋俊、もうこちらが申し訳ないのは、このペラーリさんは鳥小屋俊太郎と砂場姫っていうのが出てきたって書いてあるんだけど、砂場姫に関してはもう一切わかんない。お前じゃねえの砂場姫。じゃあペラーリにあげる。ねえ、可愛がってあげてね。普通の女の子の白目の部分が全部砂だけどね。何足してんだよ。人のものにもうなってて思い出せねえのに足すのはずるいんじゃねえのか、お前。うちに幼女に来た砂場姫の目の白目の部分が全部砂っていう強烈な感じを、そういうのよくないよね、すごくよくないよね。じゃあ砂場姫をもう台無しにしちゃったんで、タンコブ王子をお前にあげるから、なんだか全然わかんないけど、タンコブ王子はいっぱいタンコブあるんだろうね。そういうのがこういう感じ、こういう感じ。今俺がおぼろげにこうやって喋りながら思い出したのは、牛乳石鹸良い石鹸って歌った覚えが最近あるけど、なんで歌った時、牛の話もしてないのに、でしかも中途半端な古さの CM なのに、牛乳石鹸良い石鹸って歌って、俺これ歌って家でかな、家でならもう大問題だよこういう一応ことでお金いただいてるものの一環として歌ってんだらいいけど、家で急に何の脈絡もなく歌ってたよ。ドーム忘れしてるとしたら、それは相当な問題ですわ。一応東京03-5562-9540、東京03-5562-9540まで、伊集院さん、こんな機嫌をこんな感じの時に申されてましたよってあったら送って。はい、ファックスが意外に来てますね。どっさり来てます、うん、ですね、こう厄介だな、自分でもいろんなものとこうこのファックス、今日番組終わりまでにもらうファックスを読んでいくことで自分の問題点がいくつか浮き彫りになる気がしたのは、ペンネームマゲマゲさんなんですけど、お兄ちゃん、病気のお兄ちゃんが病院から処方されているおか病人食のお粥を黙って食べたということで、お母さんにすごい怒られている、話が、印象的ですってことを書いてくれてるんですけど、これは実話なんですよね。だからその引き出しの感じがね、その鳥小屋俊太郎って本当にいたのか、いやだからその俺の妄想界で作り出したものと、ましてダジャレ起源で作り出したものと、これはうちのお兄ちゃんが病気だったことも本当ですし、ポンコロンっていう病人食のお粥が家にあって、それをもう家族はみんな普通にメンチカツとか食ってんのに、お兄ちゃんだけポンコロン食ってるから、あ、ずりーなと思って、食ったらうまくなかった、でしたらもううちのおふくろが泣きながら、もうどんだけ卑しいんだっていう話をすごいされて、まあそれは今でも心の傷に残ってますし、病気の時とかはガバッと起きてごめんなさいっていう、夢ですけど、そういうのを同じ箱の中に入れて適当に掴み出して喋ってるわけですよね。
そういうのは良くないです。すごく良くないですよね。あの全部架空だったら架空で楽しめるじゃないですか。だってさっき言った野菜貯蔵庫の野菜貯蔵庫ペンネームジャンプ作品ではザ・桃太郎が良かったねさんは、野菜収納云々の話ですが、これは有名ラーメン店にラーメンを食べに行った時の話で、なんか中華三昧も十分うまいぜみたいな、俺ラーメン否定派だからみたいな話で中華三昧の話が出て、昔お袋が作ってくれた話をしてる時に脱線して床下に閉じ込められて、ああ絵が浮かんだ、床下に閉じ込められて、でその上から床下収納に閉じ込められて、その蓋っていうかね、そのをされちゃって、その蓋の上にできた中華三昧を置かれてるから出ようと思うとこぼれるようになってるみたいな話だわ。絵で思い出した。でもこれは実際にはないからね。そのさっきのだから同じ感じで言ってるからさ、両方あるか両方ないかだと思うじゃん。でもこれは実際ないし、もっと言えばだけど、うちは多分中華三昧が流行ってた頃に暮らしてた家では、家には床下収納がないの。だからそのもっと前に住んでた方の家には床下収納があることからもこのストーリーはないわけよね。うわーこれなんだろう、すごいな、聞いてる方ってどうすればいいんだろう、まあ、ぼーっと聞いててくれよ。でね、さらにうわこれなんかさ、あの一人の患者さんのことを調べてるみたいで面白いね。あ、みんなはそれでいいよ、その感じでいいけど俺はそうもいかないんだけど、ペンネームマッツイさんから、北海道の人、伊集院さんが言った鳥小屋俊太郎はね、コンピューターのソフトをアカデミックパックで買うと安くなるっていう話から、その学校に行きたいみたいな話になった。で砂場姫ね、砂場姫もね、印象に残ってますね。あとレタスおじさんもって書いたんですよ。もうレタスおじさんは何も思い出せない。レタスおじさん、まあ今俺レタスおじさんは一から組み直すしかないわけね。だとするとレタスでできたダブルの背広を着てるんだけど、だけどなあ違うだろうな、レタスおじさんな、全然なあ、うわ難しいなあ。いやだからこういうのも多分レタスおじさんは、鳥小屋俊太郎と砂場姫あたりが出てきた後にもう一人ぐらい誰か欲しいなと思って言葉の響きだけで作ったやつだね。だからあの完成体が頭にいないわけ、俺の中にどうやらいないんだよね。あのリズムで出てきただけのやつだから、うわノーって面白いな。俺なんかさ、あのクリスマスにさ自分にプレゼント買おうと思ってさ、 NHK のさ人体 NHK スペシャルの人体シリーズの脳と心っていうやつがものすごい好きだけど、今まで DVD 出てなくて、12月の25日に DVD ボックス出て、それを買ってまだ見てないわけ。それはもうそのお正月にちゃんと見ようと思ってるから。ただあの次の脳と心を NHK がやるときには俺の脳をもうあげるから、好きにしていい、好きにしていい、あの生体解剖してくれてもう全然構わないから、ちょっとこのこういうのどうやってできてるのか知りたいな。あと多いのが、意外に多いのが、多摩のスパニッシュ伊藤さん他から、僕は DVD デッキのスキップボタンを押すと家にやってきてスキップをして帰っていくというスキップおじさんが好きでしょとか言って、最初はスパニッシュ伊藤君がこんな盲言をねファックスに書いちゃってるからお大事にって思ったの。ごめんね、本当にごめんなさいね。怖いよね、押し付けられちゃうからそういうの全部。大変だな伊藤君も、ね、年のせいでお互いどっちが良くなるか競争だねなんて思ったんだけど、したら北海道の他の関谷さんからも、伊集院さんの持っている DVD リモコンのスキップボタンを押すと出てくるスキップおじさんが面白かったですと。特にメーカーから1回押されて出動すると5円もらえるというところが、そんな話があるんだ。ごめんね、なんか本当にごめんね、競争じゃなかったわ、一人負けだったわ俺の。何そのスキップボタンを押すと来るスキップおじさんっつうのは。5円もらえるんだメーカーから1回でいて、スキップボタンを押すとスキップしてやってきて多少こう DVD を進めてくれたりはするの。
知らねえよお前が決めろ全員知らねえよお前の決めないならそんな勝手にお前のとこから出てきた余計なやつなんだからよそれとご注意が来てますよ。ペヌペラーリさんから、味噌ふぐりではなくブリーフ味噌だと思うんですがっていう、あ、俺ブリーフ味噌の方がちょっとわかるな。俺の妄想のシリーズの中に青のり入道と並んで、青のり入道っていうのは、青のり入道っていうのは僕の中ではなんで面白いかっていうと、あんまこう青のりのもん食べた覚えもないのに朝起きたら青のりついてる時があるじゃないですか。あれは青のり入道の仕業で、山奥からそうね入道って言われたから身の丈4メートルぐらいのやつがズーンズーンと寝てる間降りてきて、そんな小さなこと、その葉に青のりを1枚だけくっつけてまたズーンズーンつって、で家の前で大きな6メートルの金棒をブン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 振ってから、よしつってまた上がっていく。俺の中の一連のものとしてね、ものとしてすごい巨大な妖怪なのに小さいことをやっていくやつがいるわけですよ。そうするとブリーフ味噌もその類じゃないかと思うわけです。僕要するにうんこにのあんなにちゃんと拭いたのにブリーフにうんこちょっとついてるっていう時に、ブリーフ味噌がは山から出てきて山からまあちょっと変な話ね、そうね、ちょっとした 3LDK の住宅ぐらいの大きさの牛を2頭に引かせたソリに乗ってるすごいでかいやつが来て、ブリーフにハケで味噌を塗って、うんこ塗ると汚いからハケで味噌をスッて塗って吐かせて、それでその牛の首をヘッドロックで両方折って、どっかに思いっきりぶん投げてから、あー帰り歩きだっつって帰ってくやつとして、これだったら俺が作る可能性がある、なんかそういう作る可能性があるから、多分味噌ふぐりじゃないんじゃないの。味噌ふぐりなんて意味のわかんねえこと言ってんじゃねえよ。なんだよ味噌ふぐり、要は味噌ふぐりは俺のに今されそうだったけど、お前のじゃん、ディレクターの池田のやつじゃん。なそう家でそういうプレイをしてるから味噌ふぐりみたいな言葉が出てくるんですよ本当に。スキッポイさんよく来てんな。やっぱり若いってか最近のやつ覚えてる、ね、ペンネームバスマニア伊集院さんが安室奈美恵のコンサートに行った時にカナブンや山かがしがいっぱい出てきたと言っていました。あ、これはなんか覚えてます。これは別にちゃんとしたトークのテクニックってやつですから、どういうとこだったって言った時に、大きな会場の前のところに漢字でデコボコって書く時の、その凸レンズ、オーレンズで書く時のあのデコの方の形の、舞台をまず思い浮かべて、その後ろのところに巨大な金分がいっぱいで山かがしの死体があって思い浮かべてもらって、その山かがしの死体と金分を取った漢字のところなんだけどねって話をしたのは覚えてます。あーよかった、これぐらいちゃんと覚えてるのがあるとなんか俺が言ったんだって確証になるけど、まだなんか誰かに騙されてる感じがすごいしてて、あとね、あのみんなが送ってくるファックスのやつって、要は一旦俺が言ったやつじゃん、一旦俺が言ったやつだからザザザザザって浮かぶやつがすごい怖い。なんか自分の描いた絵に襲われてる感じのなんつうのかな感じになりますんで、皆さん覚えてたらですね、まだまだ送ってください。東京0355629540、東京0355629540。だけど今日初めて聞いてる人からしてみるとすごいな、なんか要はちょっとあれな感じの脳みそを開いて見せられてる感じでしょ、きっとみんなに。うん、いいや、そしたら NHK で出るから、この DVD で。やっぱなんかね、ちょっと確信が持ててきたのは、俺の中で、有料配信かどうか別として、必要なことだわ。フリートークをして、どうかしてる状態まで行っちゃったフリートークをやっちゃった後に、着付け薬をね鼻にシュシュッツーン、あ、男みたいになってからお父さん相変わらず翼が立派だねなんて、そのお父さんに会ってからね
あのちゃんともう一回聞いて反省会を、反省会っていうか俺何言ってんだろうっていうあの感じのなんつったいな、エンターテインメントじゃないな、リハビリテーションだ。それが、リハビリテーションはすごい必要だなと思うのが、俺もうちょっとだってさ、自分が言ったことなのに、あの面白いわ。申し訳ないけど、ペンネームピクロスさん。床下の野菜こうんぬんの話は小さい時お母さんにラーメンを作ってもらっていた時の話に出てきたと。でそれちょっと工夫して作った中華三昧だってあんだけうまいんだからラーメンぐらいで出番じゃねえよみたいな話が本線本筋、ちゃんとした話だよな。それな必要ないよな別に。それ以上なんかその虐待されてる子供の話全然いらないけど、まあ、お母さんがラーメンの具を炒めてくれて、炒めてくれたりちょっとしたラーメン用の具を炒めてくれてみたいな話までみんなあそれ美味しそうだなっていう多分のをリスナーに今頭の中に美味しそうなラーメン浮かんだな、それとお母さんのほのぼのとした優しいお母さん、そのインスタントのものを作るのでもちょっと手を加えてくれるという優しいお母さん像が今リスナーの皆さんの頭の中に浮かんだな、僕のその贈り物が行ったから台無しにしてやろうと思ってで、その具を床にバーンと叩きつけて張って食いなっつってで床下にも入ってるから潜って食いなって言われて床下に入ったらその閉めた扉の上にプラモデルを置いたから開けたら大事なプラモデルが壊れるよって言われたみたいな感じだったと思いますと。僕はこの脱線エピソードの特に張って食いなというフレーズが大好きなので印象に残ってますね。てかそんなお袋じゃねえはずなんだけどなでも怖いもんだよ、怖いなってすごい思うのがね、そんなお袋じゃないはずなわけ今のところの記憶では。すごい思うんですけど、僕はいつも浦島太郎のことを思うんですけど、浦島太郎の話は亀を助けなかった人が、亀を助けなかった人がすごいつまらない人生をずっと送っていって、もう何でしょう、無味乾燥の人生をずっと送って、もう老衰を迎えようとしてると。でもその人生の中で亀を助けてたらこんないいことがあったんじゃないかなっていう、もう荒唐無稽な妄想はずっとしてるわけ。その嫌なことがあるたびに、あ今こういう会社をリストラされたのも親が早く死んだのも全部亀を助けなかったからだなって強く妄想を何度も何度も反芻していくうちに、本当にあった記憶は全部忘れちゃったけど妄想の方だけ覚えてるっていう状況になって、あの浦島太郎っていう話の完成だと思うのね。だからハッと気づいたらじいさんになってるみたいな、よくわかんない終わり方するじゃないですかって思うのと一緒で、俺多分さ、うちのお袋と会ってないじゃん、もう十何年間も会ってないじゃんって言われても困るだろう。12、3年、4年、5年ぐらい会ってないから、会ってないでしょ。で、新たなお袋に関するデータは全然ないにもかかわらず、こういうことを言っちゃ脳にお袋の姿を浮かべてるわけでしょ。そうするとさ、俺死ぬ間際にもう多分お袋ももうなくなってるだろうけど、思い浮かべるお袋との思い出を、一番最近のお袋との思い出を思い浮かべようって時に、俺の脳に映像として一番新しく上書きされてるお袋の思い出は、中華三昧のを床に叩きつけて、でその野菜庫に俺を入れて上にプラモデルを不安定な形で立てるような、そういう張って食いなだよね、お母さんの口癖どっかできちんとしとかなきゃダメだぞ俺多分あとね、俺はあと俺の脳内にいるいろんなこのメンバーたちがかなりきちんと固まってるっていうことがわかる、エピソードとしてですね、これもいくつかから来てるんですけど、納豆レスさんから、砂場姫は目を開けたまま砂場に上半身だけ埋まっていてね、漢字としては犬神家の一族の青沼静馬的な感じの最後的な足だけをずり砂場から出てて、俺を見るな俺を見るなって言うらしいんですね。面白いこと考えるね君は。で、目は痛くないのと聞くと、
イタチレベイタチレベイっていうキャラだから、さっきその砂場姫をその再度フィードバックして俺が言ってた目の白目の部分が砂がびっしりなやつっていうのはなんかあんだよ俺。俺ね、そうやってやったら今度これ本当の出来事で思い出したのが、飛鳥山公園の砂場でそういう子を見たんだ俺一度。こういう感じじゃないんだけど、わーって砂場に走ってきたら、その子が砂場のヘリに足を引っ掛けちゃって、女の子が引っ掛けちゃってピターンって前のめりに砂場にこうなんていうのな、ダイブっていうか本当に前のめりよ。さっき言った青沼静馬の形じゃないよね、前のめりにビターンってなってバッて上げたら顔面が砂だったのを一回見たことがあってそれを見たのが小学校の入るちょっと前ぐらいの記憶だから、それが多分いろいろ進化してこの砂場姫にはなってるね、おそらくね。うわー、でもそうだよ。だからさ、例えば水木しげる先生でも怪獣のデザインをやるような先生でも、それは今俺がオリジナルで考え出してるってその人は思ってるだろうけど、たどっていくと絶対あるはずだよね、それの大元になっている、必ずぴったり来るものではないまでも大元になってるやつはあるもんね。俺今なんかすごく自分で自分をカウンセリングしてる感じで、めちゃめちゃ面白いもん俺の中では。ただこのめちゃめちゃ面白いぐらいで止めとかないとまずいことにはなる気がすごいしてるけどね。そうですね、アピオン星人っていう話もすごい来てるんだよ。アピオン星人ってなんだ、アピオン星人、アピオン星人はアピオン星人っていう言葉の由来は分かります。由来は天才バカボンのパパが、宇宙子供の頃に読んだね、それも小学校ぐらいの時に読んだ天才バカボンの話の1話に、パパが宇宙旅行に行ったらその先にアピオン星人ってやつで、アピオンアピオンって言うっていうのがあって、名前の響きだけは多分そこからいただいてると僕は思います。アピオン星人だと思うんですけど、ただその俺オリジナルのアピオン星人が何を知ってたのかが、ラジオネームそうなんですそうなんですさんから、江戸晴美がグーというたびに死んでいくアピオン星人っていう、なんかあったかな、東原明が応援すると生き返るんだよね俺の脳の中にあるアピオン星で、要するにこういうさ、ちょっと俗なことってあるじゃん、いや俺おかしい、俺が合ってんだって。いやだからその俺を東原明が褒めると取り上げると生き返るのは なんだろうな、変な感じなのが、俺おかしくないよ、お前らがそれを覚えてないのがおかしいんだよって言ってる意味で俺おかしくないよだけど、そういうものの発想はおかしい、それはちょっと微妙なところだけど、アピオン層、俺の頭の中にアピオン星っていうのがあって、これは俺がイラッとくるようなことだけど、夜中の流行りの俗っぽいようなこと、グー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 とか言うとアピオン星がバタ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 って死んでくみたいな話だよ多分。それでただ何かの時にすごい繁殖する時は、東原明が褒めるとすごい繁殖するみたいな話。あ、今週テレビ見ててすごい思ったんだけどさ、お笑い番組あるでしょ最近、お笑い番組、このスペシャルすごいでしょ、お笑い番組のさ、笑い屋さんとしてさ、笑い役としてさ、先週した矢口真理ちゃん、東原明さん、それとまあちょっとこう3人目の例えは緩いかもしれないけど、三船美佳あたり言うじゃないですか、この3人が客席で笑ってるところを、もしくは審査員のところで笑ってるところってものすごい笑ってるじゃん。でなんかあの笑い顔を見るとスッて笑えなくなる時ってのわかりますなんかこの人が笑ってるんだったら俺こんなには面白くないからってなっちゃう時にがあると思うんですけど、それ力が高いのはこの3人のうちで一番誰かなっていうのを一応正月中には答えを出そうと思って、みんなも一生懸命お笑い番組見た時に、あのその人がすごい笑ってるのを見たら、あ俺そんなでもないかもって思う。その逆って関根さんが笑ってるとより笑えるってあるでしょ。関根さんが笑ってるとちょっと安心して笑える感じ、自分がちょっと疑心暗鬼だったんだけどすごい笑えるって、あれ多分若手の笑いにとってすごいいい人じゃないですか。その逆の人ってたまにいるでしょ、特に女のタレントにすごい多いよね。こいつにこんなに笑われちゃうと俺ちょっときついわみたいになって笑いが済んじゃうっていう、
あの人を、お正月明けにランキングで決めますのでみんな見ててくださいね。この後も一応パッツあの一つ、はい、いやーなんかすごい、なんでしょうね、本当にカウンセリング、セルフカウンセリングな感じにちょっとなりますね。ですね、ほらこれ面白いもんでさ、聞いてる側は急にチンキなことを言い出したなって形で聞くじゃないですか。まずはまあもちろんチンキなことを僕は言い出してるんですけど、でもいくつかのものは僕にとってはその由来があったりとかするじゃないですか。で初めて、あ、そういう由来で俺はそういうものをとっさに作ってそう喋ってるんだみたいなことがちょっと俺の中でつながるわけじゃないですか。でそのアピオン星人みたいなこともあれば、友達のコンちゃんが不意に亡くなって大病で若くして亡くなってみたいな話をよく同じトーンでするけど、それは本当の話だから、なんでそんなに本当のまま出すんだろうって思うじゃないですか。すごくね、それがすごい自分の中で、あとペンネームおちんちんパンパンマンさんからですね、火星放棄の話をしてていろいろ脱線してるうちに、この映画ね面白いのが、そうなんだろうけど、であと俺の責任なんだけど、火星放棄の話をしていて脱線してお寿司屋さんの出前の件になりっていう、このもう間がなんだかわかんないんだけど、その後にポワワワワワ親方に怒られるって言ってたらしいんです僕。ただこのポワワワワワ親方に怒られるはなんかわかるんです。僕のこの親方に怒られる像は、チャリで、この間久々に池袋でチャリ乗って肩にあのお盆乗せて、その上にざるそばを5、6枚積んでる出前持ちの人見た。ワシントン条約で今保護されてて、なんかあいつの歯で作った貴金属のなんかあの指輪みたいなのがすごいあって、一回乱獲されちゃったらしいんだよね。それでもいないけど、ワシントン条約で保護されたけど、結局最後絶滅してって、俺のおじいちゃん剥製を2体持ったんだけど、それが最後だって聞いたんだけど、いてびっくりしたんだよね。で俺ああいう感じの白衣でグリグリメガネかけてて、それ漫画太郎の漫画に出てくるような感じのグリグリメガネかけてて、イガグリで、でそれがあのお寿司置きを片手持ちながら乗り慣れてチャリ乗ってて、ガチャンゴロゴロ親方に怒られるのイメージなんですけど、なんで火星放棄とこれがつながるのかが全然わからないですね。こういうなんか覚えがあるやつはなんかホッとすんな、その親方に怒られるは少なくとも俺言ってんなみたいなやつは。こういうのですよ、不安なのは。ペンネームナイト24、伊集院さんが最新の家電を見に行った話の時に出てきた。最新の家電を見に行ったのはあのいわゆるあそこシーテック、あそこの幕張のメッセかなんかでやってたシーテックですよね。それは覚えてます。時に出てきた吉幾三さんの話がすごく面白かったんですよ。何それ。で最終的に国家反逆罪で指名手配されてる人を探してるって言い出して、そこに吉幾三さんが、おらこんな村嫌だって出てきて、最終的に伊集院さんがテレビの話がしたいのに吉幾三が邪魔をして話せないって言って泣きましたっていう。あのさ、ナイト24さん、一緒にどっちが先に良くなるか競争な。ただちょっとだけね、ナイト23にかぶせられないとかちょっとだけあるのはね、俺テレビの話をしてる時に多分テレビもねえって言い出したんじゃねえかっていう、これはあくまで覚えはない、覚えはないんだけど、そこのつながりから育蔵が出てきて、住み慣れたこの町が火の海に、天気ってよく燃えること的なその感じになったんじゃねえかな。あのね、この感じはわかんだよね。あのずっとさ、その
脱線したところで作ってる妄想が楽しくなっちゃってでもある程度行くと妄想の国から帰ってきて本筋を話さなきゃと思うわけですよね。本筋話さないっていうもう変なことになっちゃってると思って本筋少し話してるとせっかく作ったのもう妄想の方の人が歩き出しちゃってるじゃないですか。よく水嶋慎二先生が言うキャラが動き出すってやつが、ね、そうするともうそこが動き出しちゃうから何度も本筋をこう遮って入ってくるわけでもラジオを何年もやった俺としてはダメだよっていう本筋をちゃんと話さないとっていう脱線ばっかりじゃってなるからそれをずっと押し合ってんだけどもうよし行くぞが俺には止められないぐらい大きくなっちゃってガッて言ってきちゃってるからもう多分そう泣きが入ったんだろうね。もうよし行くぞを俺には俺の作ったよし行くぞだけどもう止められないっていう俺こういうのもともと素質あったんだなと思うのがやっぱその幼稚園ぐらいの時にウルトラマンとウルトラマンのソフトビニール人形とお茶の缶を戦わせてそのやってる時にケンちゃんご飯よって呼ばれてもこうきちんとした勝負がつけられなくなっちゃってご飯がいつまでたっても食べられなくてお母さんにすごい怒られてんだけどそのご飯呼ばれる前にエメリウム光線みたいなやつをエメリウム光線をこうその茶筒のパカッて開けた中のさ取っ手のついてる最後の蓋じゃん蓋をパカッてやることで跳ね返すことができるわけこいつそれをやっちゃってるからもうないわけよ技がこれ俺が勝手に決めたことだけどこれを納得させる形じゃないとご飯にはいけないっていうことでまあこれちょっとまた本当のことがありますけれどもお母さんと一緒に竹内病院っていうところ竹内先生っていうところにちょっと相談に行ったことがあるねお母さんもねでその感じが今よかった生きてるその感じなんだよねもう動き出したよし行くぞ全然止められない能力だから竹内先生は治せなかったってことだと思うんですけどそうなんていうの想像力豊かすぎる子供を治せなかったけど治さなかったおかげでいくばっかのお金をいただけるようになってるっていうのはありがたいことですけどこれで今後もいいのかってことに関してはちょっと難しいです、そうですね俺も多いんだけど何でしょうかねペンネーム真夜中の十三さん他から来てて今のところはあんま思い出せないんですけど神さんを殺して左官屋さんと一緒に花瓶に塗り込める話っていうのがすごい3人の方から来てますねえ神さんはまだそんなこと目には合ってないですね。あとさこういう時にさその喋っちゃってるおかげでさその俺もトランス状態で喋ってトランスフォーマーに乗って喋っちゃってるおかげでトランスフォーマーでガチョー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 って箱根細工になっちゃって誰か開けてみたいな小さい切り子細工になっちゃってお土産屋さんの前でガタ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 ってなっちゃってるからもうこんなの開かないよパーって投げた時に自然に開いて中からあの時の真珠じゃねえかっつってでそのそうそうそういう時にトランス状態の時に喋ってるから普通にユージュアルにこう真夜中の十三さんとかが親友のコンちゃんが死んだ話って書いてあって俺やっぱコンちゃんって言ってんだなと思ってもろ本名で言ってんだなと思って近藤君ですけどねえちょっとびっくりさせられますね。いやなんか本当あれ、ペンネーム世界のお餅、ホッピングおじさんっていうぴょんぴょん飛んでるおじさんの話をがあります。あと奥様を壁に埋めた話が印象に残ってますって書いてあるんですけどなんだろうね。だからさもうさこれもさ自分でさ今はうちのお母さんはそんなに料理はすごいしてくれるあったかい人だったけどそんな悪い人じゃなかったっていうのもちゃんと覚えてるじゃないですか。でいつか混同しちゃってうちのお母さんありもしない逆これもさありもしない虐待の話を喋ってる捏造して喋ってると思ってるけど俺が知らなくて閉じ込められたことがもし前にあったらとかいろんなことを考えてると俺大丈夫かななんかその感じ奥様を壁に埋めた話が印象に残ってますこんな書いてるわけじゃないですか。でコンちゃんの話は本当で僕言ってるわけじゃないですか。これも先の一人目の奥さんはこうしてる可能性だってあるわけですよね。アドリブで言ってると思った。だって例のほら
例の話、桐畑徹くんの例の話、桐畑徹くんはそのみんなで作り話大会をしてる時に自分で言っている作り話がつらつら出てくるんで、あれこれこんな興味深いストーリーがつらつら出てくるって思って3分ぐらいそれに任せて喋ってたら、あれこれ本当の話だ今思い出したっていうのがありましたからね。うわー、まあ、今日はですね、伊集院光る深夜のバカ力かっこ脳と心と題してですね伊集院さんというサンプルを持ってですね、人間の脳ってのはどういう風なメカニズムなのかということをですね、私と助手の梅田くんでですね一緒に話してるんですけれども、まあ梅田くんがね、僕が特許を取ろうと思ってる試作品の玩具で主演をするものだから研究所がベタベタだよ。ファックス番号東京03-5562-9540、東京03-5562-9540でお待ちしております。ネームスパニッシュ伊藤。スキップおじさんのシステムはおじさんのスキップに見とれてる間に気づいた時には画面が少し先に進んでいて、結果としてスキップしたのと同じ効果を得られるという設定になっていたと思いますおじさん系よく出てくんな。ペンネームサラクール、タバコをやめてよかったトークで出てきたハイライトおじさんハイライトおじさんは吸い殻を肛門にねじり込んでくるから、タバコをやめたらハイライトおじさん来なくなってよかったってやつを、真夜中の十蔵イエスの国からやってきたイエスマン、地球ください、イエスなんとなく、なんとなく覚えてます、これはなんとなくです。なるほど。深夜のバカボンド、自分が好きな話は伊集院さんが昆虫に詳しいのは、自分が子供にの時に村長さんが母親と何かをしてる間押し入れに入れられて分厚い昆虫図鑑を大声で読んでいなさいと言われていたって俺の中何から来てんだろうな、このさ、村長さんがもううちのお袋のお母さんの、まあうちのお風呂じゃなくて村長さんが自分のお母さんとのとこに来てて、年頃になってる間その押し入れの中に入ってろって言われるっていうストーリーも、なんか手を変え品を変え出てくる気がするんですけども、でこれずっとこの皆さんは僕の喋ったとこしか見えませんけど、僕はこう見えるじゃないですか、頭の中にあるセットが。でお母さんの枕元にくしゃくしゃの千円札が3枚ぐらいあるっつって、一部三上寛先生の楽曲からいただいてるところも多分あるんですけど、まあ広いよね。だからこの時のお母さんが村長さんからもらうものがくしゃくしゃの千円札の時と、当時高価だった卵の時と、大体こう2つに大体なるんですけども、それも僕が字をつけろって言われたから村長さんに、で村長さんは子供に字をつけてるのに卵がいるだろうよっていう形でまあ悪い村長さんですよね俺こんな時代の生まれでもねえし、何でしょうか。同じく深夜のバカボンド、伊集院さんのお母さんが言っていた怖い話が印象に残っています。それは夜騒いでいるとおじさんが来てコンクリートのビルに連れて行かれて、壁に開いた人型の穴にがっちりはめ込まれるというものですと。でそこには転校したと思っていた川崎くんがいると言っていました。うちのおふくろはすごい怖い話はしましたけど、このその話自体は多分僕のオリジナルのもんですけどね。あと転校した川崎くんはいます、本当の存在してます。小学校2年生の時にの夏休みの前に転校した川崎くんっていうのがあるんですけど、これがまた強烈なエピソードが実はあるんですけど、それはラジオのオンエアには耐えませんのでさ、俺こういうのちゃんと両親も残ってるのがすごいね、自分でも思うけど。なんか自分の中でどう線引いてるんだろう、俺の中で。近藤くんの話で相当ダメだと思うよ。だって近藤くんのお母さんとか、まあ近藤くんのお母さんいい人だから、別にね、たまに会うけどいい人だから、そんな怒ったりはしないと思いますけど、ね、ねじゃねえよ。ねじゃねえ、ねじゃねえ。